でも本当に冷たいですよね。うん、冷たいんですよ。あ、ありますね。ありがとうございます。すごいゴキゴキなの。はい、なってますね。うん、もう冷えましたかね。ちょっと変えましょうか。はい、ありがとう。ちょっと気をつけて。ありがとうございます。はい。凝ってるし、うん、冷たいし、めちゃめちゃ、もうどんだけ、はい、もうそんななんかボン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 と、まあでも体ね繋がってますからね、どっからなんか悪くなってしまうというかね、うん、そう痛めたりとかしちゃうと全身に影響が出ますよね。わあ、すごい、あ、すごい。うん、腕もこう凝るんだなと、ね、そうなんですよ。ここ足と同じような感じですね。足ほどじゃないですけど、うん、やっぱりカチカチでしたね。さあ、でも、甘いものが好きだからかな。もうあると思います。結構甘いものって体を老化させたり冷やしたりっていうのがあるので、わ、そうですね、腸内環境にも良くないのはあります。わ、もう悪いこと尽くすなのにやめられないっていう。でもそうですね、やっぱストレスがあると甘いもの食べたくなるってありますよね。わ、大変だ。甘いものダメだと分かってるのに、うん、食べてしまうっていうのが、まあね、うん、ちょっと依存性もありますからね。美味しいですよね。黒糖とか、あんことかで食べると、まあ、その同じ甘いものでも、うん、洋菓子とかに比べると体に対して優しいっていうか、いいです、いいみたいですね。和菓子、うん、そうそうそう、やっぱりこうちょっとクリームとか、うん、あのもう真っ白いお砂糖っていうのがよろしくないとされてるので、うん、私シュークリームとかめちゃめちゃ大好きなんですけど、はいはいはい、これ一番ダメなやつどっちかっていうと多分ダメなやつですね。うん、すごいめちゃくちゃゴリゴリ言います、うん、ゴリゴリ言いますね。手のひらってゴリゴリ言うもんなんですか。言うもんですよ、結構皆さんあります。こってゴリゴリしてます。まあ、あの足とかでもそうですけど、やっぱりつぶつぶなるんですよね、コリがね。うん、うん、そうですね、やっぱり多分知らず知らずにこう握りしめてるというか、力入ってこうこっちに持ってくることがあまりなさそうですね。だからすごく反りが悪い。確かに全然反らない。反らないですよね、はい、私結構反る方だとこう行くんですけど、やっぱやらないとなかなか、うん、知らず知らず硬くなっていくってありますね。なのでやっぱこう意識的にこう机とかでこうぐっと反らしたりとかしていただくといいと思います。うん、全然反らない。そうなんです。結構この
伸びの良さっていうのは若さとも言われるので、硬くなってる、これめちゃめちゃ硬くなってるっていうことは、ちょっとやっぱり体がその若さを失っているということになってくるので、そうやっぱりこうやってあげた方がいいですね。まあ、実際にはまだ若いですからやっていけば戻ると思いますので、めちゃめちゃすごい、まっすぐ、はあ、机とかで、まあ、あの多分さっきも言いましたけど、やっぱりその普段以上にその体にショックだとか緊張だとかがあって、まあ、こうすると痛いなとかがあると、まあ、怖いから力入っちゃうんですよね。それがまあ残ってて、っていうのもあると思います。普段以上にちょっとこう体を萎縮させてた、やっぱこう余裕がないとね、やっぱ伸ばそうとかならないですからね。そうですね、すごいもう、全然なんかもう、そのストレッチ、腕指っていうのストレッチ、全然してないな。そうですよね、まあ、ちょっとしようっていう気持ちにもならないと思いますし、まあ、たとえなってもやっぱりうまくできなかったと思うんですよね。その、やっぱりあの呼吸も浅くなっちゃってたりしてたと思うので、背中もバキバキだったので、あの状態だと多分こう自分ではやろうとしてもうまくできないっていうところだったと思うんですよね。すごい、めちゃめちゃ背中とかゴリゴリゴリってなってして、やっぱりしっかりと、やっぱちょっとまずほぐさないことには、あの体が言うこと聞かないっていうような感じだったと思うので、やっぱりね、その日常にも支障が出るぐらいね、痛いとかうまく動かせないっていう状態になっちゃってたわけですからね。こうやると柔らかくなりますよね。流れてますね。でもすごい止まってる。さっきよりこうスムーズ、ゴリゴリしなくなってきてますよね。はい、そうそう。ちょっと痛いですね。気持ちいい、痛い気持ちいい感じ。意外とね、なんか、まあ、なかなか自覚が出ないので疲れてても、本格的にね、痛いとか動かないとか支障が出ないと、あの帰り見ないのが手なので、これは相当硬いです。えらいことですね。やっぱり、なんか普段からこう動かすっていうのが大事、大事ですし、まああのこう揺らしたりとかね、ちょっとリラックスするようにっていうことが大事かもしれないです。あの一生懸命頑張って動かそうっていうとまた力が入りやすいかと思うので、あ、まあ、こう気持ちよく伸ばす、気持ちよく緩めとくっていうような意識かなと思いますね。いただきますね。 ありがとうございます。確かに全然めちゃめちゃ指の反らしできないなって指反らし、多分もともとこんなに硬くないと思うんですよね。いつもよりも今は硬い状態だったんだと思いますよ。意識してやらないと。そうですね、多分まあ知らないうちにも硬くなっていっちゃうので、意識して、逆に言えば普段やっていれば全然すぐに復活するというか柔らかさ出てくると思いますので、今やってあげただけでもね、あ、確かに柔らかくなって、そうしっかり温めたり、もしこう揺すったりするだけでも違いますので、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます、はい。